こんにちは、大家さん専門税理士の渡辺浩二です。今回もですね、打ち込みの佐藤さんにお越しいただいております。お願いします。よろしくお願いいたします。改めてですね、打ち込みさんの説明と、今やってる取り組みですね、お話しいただければと思います。打ち込みの佐藤と申します。打ち込みというのが、賃貸のオーナーさんがご自身で自分の物件の入居者さんを募集できますよという仕組みになっています。賃貸のウェブサイトですね、自分の物件情報を掲載できますよというものになっています。で、打ち込み自体が掲載料無料でお使いいただける仕組みで、決まった際にのみ仲介手数料をご負担いただくという仕組みになっているんですけれども、そんな無料で使える大家さんたちがですね、打ち込みの大家さん会員限定で大家コネクトという月額サービスを提供しておりまして、でこちらがいろんな機能が詰まった賃貸大家さん向けの Amazon プライムみたいなサービスになってまして、物件の管理だったりとか入居者募集に使えるものだったりとかいろいろ入ってるんですけれども、そのうちの1個に大家さん同士のコミュニケーションができますよという機能がございまして、ライブトークという機能がございます。これが日時で皆さんでリアルタイムでオンライン上で集まって、でテーマごとに意見交換をしていきましょうというチャットイベントみたいな形になっています。完全クローズドなんですね。完全クローズドです。はい、なので SNS とかオープンにはちょっと明かせないような具体的なことも、ライブトーク内では大家さん同士なので、自分今こういう状況なんですけどどうですかっていうような話ができるっていう感じなんですけれども、今まで空室対策とか物件の購入だったりとか、管理会社さんの選び方とかいろいろテーマあったんですが、先日確定申告をテーマにして、確定申告のテーマで、ライブトークを行いましたので、その中でいろんな大家さんの悩み、疑問点っていうのが出てきていたので、これはぜひ渡辺先生、税理士先生にお伺いしたいなと思ってやってまいりました。ありがとうございます。やっぱりこう盛り上がるのは経費関係じゃないかなと。そうなんです。やっぱり大家さんの尽きないお悩みというか、行けるところまで行きたいですよね。経費関係のお悩みですね。どこまでが経費に入るのかっていう話はやっぱり紛失しましたが、まず一個具体的に挙がっていたものとしては懇親会費。懇親会費、はい。でよくセミナー行かれた後とか、そのまま大家の会の方とかだと懇親会行かれたりとかすることも多いかなと。まあそこが結構メインになったりも、そうですね、しますもんね。懇親会を、セキュラーに融資関係の話とか情報交換される方多いかなと思うんですけれども、その懇親会費、皆さん領収書発行されることも多いと思うので経費にはなりそうなんだけれども、実際になりますかね。経費にはなりますか、問題ないですね。そこは経費として問題ないです。経費として問題ない、問題ないですね。なるほどなるほど、はい、それで疑問出ていたのが、もし例えば指摘された時に、ただ食事会の領収書じゃないですか、シンプルに。なので、他普通に外食した時の、話なのか、これは懇親会費であるっていうことの証明が難しいんじゃないかっていう話が出たんですけれども、そのあたりってどうですか？ああ、そうですね。ただあんまりそこで突っ込まれるっていうことはそこまで実はなくてですね、実際税務調査で、じゃあ見せてください、交際費に関して見せてくださいとか領収書とか見せたりするんですけども、そこまで突っ込まれることがそこまでなくて、むしろ突っ込まれやすいのは、その頻度とかっていうところで、あと金額とかで、ちょっとこれは事業じゃないんじゃないですかっていうふうに突っ込まれることが結構多いですね。なるほど。だからもうやりすぎちゃうんですよ。経費になるわって言って、もう毎日のように外食してると、いや、これはさすがに違うんじゃないですかみたいなところを突っ込まれやすいというところにはなるんですよね。なるほど、なるほど。だから月1ぐらいのペースであれば、あ、確かにこれはね、月1で勉強会やってて、その後の懇親会だね、みたいな形で、ストーリーとして、こう説明がつくというか、納得もしやすいじゃないですか。そこがポイントかなというふうには思ってます。そういうことなんですね。ちなみに複数に、例えば 4,5 人とかで外食された場合に、全員分をおごりましたっていう場合には、これも全額経費で落ちる、全額経費です。あ、そうなんですね。むしろそれが交際費の話ですね。交際費っていうのは、ね、取引先に対するこう贈答とか、そういった接待のところになるので、それが本当の交際費ではあるかなということですね。例えばこれを、ね、割り勘だったら、むしろ会議とか、そういう話になるかなというふうに思うというところにはなるので、それ自体は問題はないです。なるほど。ただ、これもですね、結構、
ね、やりがちなんですけど、はい、あの自分で全部領収書をもらって後で割り勘してるとかいう風にしちゃうと、それはさすがにちょっと脱税のレベルになっちゃうかなというふうには。そういうことですね、はい、領収書があるからといって全額経費にしちゃったりとかって、ね、割り勘にしてにもかかわらずとかっていうところはちょっとそこは気をつけた方がいいかなと思います。実態が大切ということですね。実態が大切です。でやっぱり高額になるんですよ、そうすると、うん、でそうすると誰と行ったんですかっていうような突っ込まれ方をする可能性もあるので、はい、そうすると、ちゃんとその領収書とかに行った人のメンバーの名前とかを書いておくと、より説得しやすいっていうところはあるかなと思います。なるほど、半分実態の証明みたいになりうると、うん、そうそうですね、いうことなんですね。そうなんですよ、はあはあ、皆さんどこまで経費になるのかって気になるところも多いと思うんですけれども、うんうん、例えばじゃあ今交際費とか懇親会費っていうのはそういったところで、うんうん、例えば自分のまあ資産みたいな車とかそういう備品とかいろいろあると思うんですけれども、それの例えば私が思っていたのは、車は車でも高級車を乗られてる方とかっていると思うんですけど、それって全額経費できるんですかっていうのは気になってました。そうですね、これも個人と法人でちょっと扱いがちょっと変わるのは変わるんですけども、法人の方が全額経費にやりやすいです。なぜかというと法人っていうのは基本的にもう事業での活動でしかないっていうのが法人の扱いなので、はい、法人で所有してもらえれば全額経費になる可能性は高いかなと思います。はい、で個人だとどうしても、プライベートの部分、事業の側面とプライベートの部分、両方持ってますので、はい、そうするとこの車がやっぱりプライベートでも乗ってるんじゃないですかって言われる可能性があるかなと。はい、そうすると全額経費というのは非常に難しいので、で、そうするとどうするかというと、事業割合と。いうものを決めて、はい、うんうん、この割合だけを経費にしてますよっていうと通りやすいという形にはなります。じゃあ全て 100% その全額を経費にせずに割合を決めておけば、うん、割合を決めておけば通りやすいと。そうなんです。そういうことなんですね。そうなんです、はい、なるほど。逆にその渡辺先生がいろんな大家さんご相談になられている中で、うん、ここが経費になるかどうか迷われてるっていう項目って何かあったりされるんですか？割とそのなんですかね、例えば携帯とか、はいはいはい、携帯とかも同じなんですよね。プライベートでも使ってるし事業でも使ってる、うん、じゃあ事業の部分だけを通話料とか経費計上していきましょうとかっていうのもありますし、はい、あとはご自宅ですかね、はい、ご自宅の一部屋を賃貸で使ってますよと、うん、賃貸の事務所ですかね、はい、だから、ちゃんとこの過去の、はい、まあ、帳簿とか、うん、その資料とかをしまってここにもう保管してますよとか、これも賃貸で使ってるっていうようなところであれば、そこの部分の割合部分の家賃とか、はいはい、あの水道光熱とかそこら辺だけを経費計上するみたいなのはあります。なるほど、はい、その割合の考え方もちょっと難しそうですよね、うん、はい、これもちゃんと自宅であれば面積割合をするんですよ。全体のお部屋の面積分のこの部分だけですよっていうふうに。あ、その本棚というか収納部分。そうそう、収納部分とか、まあ、あとは限られたお部屋ですよね。あ、お部屋のこのスペース部分はもう事業でしか使ってないですよっていうふうに言えれば、その分の割合っていう形にできるというところにはなります。じゃあなんか質無質みたいなのがあったらその部分ってことですね。そうなんですよ、うん、でこれもちょっと気をつけなきゃいけないのがリビングとか、はい、これはダメです。ダメ。リビングは境がないんですよ。事業で確かに使ってるかもしれないけれども、はい、区分けされてないんで、はい、そうするとあくまでも区分けできるところだけが対象ですよという形にはなるので、じゃあそこは割合っていう風にはできないっていうことなんですね、はい、うん、そうそう、区分けできてないのでそこはちょっと入れられないっていうことですね、はい、あ、なるほど。じゃあ割合割合と言っても区分けできる部分っていう意味合いでのっていうことなんですね。意味合いでのっていうところ、ね、全部の面積のうちのとか時間経過で年間のうちの3割ぐらいとかっていう考え方ではなくて、ではなくてっていうことではありますね。なるほど、なるほど、はい、だから車も本当はですよ、はい、本当は運行記録とかをつけて、うーん、プライベートで乗ったのはこの距離で、事故で使ったのはこの距離でっていうのが一番正しいやり方ではあります。はい、ただそこら辺はね、まあ、そこまでちょっと細かいっていうとなると大変なので、うん、結構ですね、その、ざっくりとした割合とかでやってしまってるケースもあるかなとは思うんですけども、っていうところですかね。そういうことですね。
なるほど。ありがとうございました。みんなが疑問に思っていらっしゃる。はい。経費、どこまで経費になれるかっていうところのテーマでしそうたですね。ね。だからもうズバリ経費っていうのは、もうズバリこれが経費になるっていうよりも、ちゃんとですね、こうストーリーを、ね、事業で使ってますよっていうストーリーがちゃんと説明ができるかどうかっていうところで判断していただければなるほというど。ふうに思っています。実態があって苦しくないストーリーがあるとそういうことですいね。うところが大事ですね。はい。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。